人情史オープン事前情報29日、カラス山城、カントリークラブ、栃木県6550ヤードパー71、前回。カラス山城、カントリークラブで行われた16年大会で、アマチュアとして、初めてメジャー優勝を達成した畑岡那社が、前週行われた、ウォルマート NW アーカンソー選手権で、 ベーツは5勝目を挙げた。渋野ひな子も畑岡奈社の強さにすごいなと思いましたと改めて舌を巻いた。特に驚嘆したのは、2日連続でホールインワンを達成して優勝したこと。それで勝ち切るのはすごいですよね。比べちゃいけないですが、私が、 ホールインワンを達成した時は予選落ちでしたかっこ笑いと冗談めかして笑う。流れが来ている中で、それを物にできる強さが畑岡奈社にはある。普通なら二日連続でできそうもないことを達成した。その中でちゃんと自分のゴルフをして、勝ち切っているというのが私からすると、 すごいことだと思うんです。なかなか伝えるのは難しいですが、と想定外のことが起こった中でも自分を見失わない強さを感じた。そうして思うのは海外への思い。やっぱりアメリカに行きたいなと思いましたかっこ笑い。来期は同じ舞台で戦うために、 ライバルの活躍に刺激を受けつつ、日本で研さんを積んでいく。5年前とは違う。渋野ひな子、少し大人になった姿見せます。国内女子女子ゴルフの国内メジャー、日本女子オープンは30日から4日間。栃木、カラス山城 CC2 の丸、3の丸 C、6550ヤード。 パー71で行われる。2年ぶり出場の支部の、ひなこ、22、イコールサントリーイコールは29日。18ホールを、回って、最終調整。同じ会場での2016年大会は2日目に86を叩いて、予選落ちしたが、成長した姿で、日本一のタイトルに挑む。 一度は勝ちたい試合日本一を決める4日間の戦いに、渋野日向子が思いを巡らせた。長いゴルフ人生で、一度は勝ちたい試合、国内メジャーで一番難度が高い。いつもより緊張感があるこの日は18ホールを回って調整。ウエッジを何本か持ち替え、 重点的にグリーン周りのアプローチを確認した。想定したピン位置に対し、どのクラブを使うか、とラウンド後も練習場で打ち続けた。日本城市オープンが、栃木、カラス山城 CC で行われるのは2016年以来。当時アマチュアだった17歳の渋野ひな子は2日目に86。 を叩いて、通算15オーバー。108位で予選落ちした。5年前を思い出しても、悪いイメージしか出てこない。今日もいいイメージは湧いていないと苦笑いする。稲見と原と、注目組中でも17番は、要注意。490ヤードのパー4で、 前回は4日間の平均ストロークが4.7833だった。過去10年の女子ツアーで最も難しく、17番は予選を通ったとして、4日間で2オーバーでも仕方ないと割り切る。一方、5年前と比較し、色い々ろいろ経験はしてきたので、 少し大人なゴルフができるようになったかなと自分に期待もしている。ここ2試合はトップ10入りを果たし、調子を上げてきた。予選ラウンドでは今季発祥で賞金ランク首位の稲見もね。この大会に連覇を狙う原エリ・花と同組に入った。 注目組に入れられたのでと笑いつつも、やるべきことに集中して、一台一濁意の残らないように、と前を向いた、成長した渋野ひな子が、日本一の称号をつかみ取る。次のオーディオビデオでお会いしましょう。